どうもこんにちは、コンスピーターズガーです。本日の一人喋り会はですね、今年の10月、2022年10月から、火災保険の、実質値上げということでございますね。弊社も売買は当然やってますし、主体は管理とはいえ売買の取引も定期的にはありますので、ご購入いただくエンドのお客様からすると、事実上負担増という形になります。もうこの4年で3回くらいですかね、保険料の改定というところは起きておりまして、つどつど下がることは、厳密に言えばエリアごとだったりとか、建築物、構造物の構造によってということにはなりますけれども、ほぼほぼ値上げという形で、この4年間とか上がってきております。単純にイニシャルとしては、下がる、期間が圧縮ということは、その部分でいけば、負担する、一回に出ていく金額というところは、減ってはいるものの、事実上長期で割引とかになっておりましたので、これが当然、今まで10年かな、最長が10年。で、割引率が 18% ぐらいあったはずなので、長く入っていればいるほど割引率というところは高くて、お得でございましたと。保険料的にはね。という形でした。これが今回10月1日以降かな、2022年11月1日以降に、保険の支給を迎えるというものに関して、契約に関しては、新保険料率が適用されると。いう形になっております。で、こうなると、5年かな、最長5年になります。ので、支払う金額としては、イニシャルとしては、減りはするけれども、当然5年後には更新を迎えると。でそれが当然5年に1回は来るというサイクルになりますので、実質負担増という形になりますね。はい。原因としては、ここ数年、台風だったりとか水災害とかの規模とかっていうところも大きくなってきてはいて、当然その支払いの金額というところがかなり大きくなってきてますということですね。これによって保険金支払い増がかなり増えてきて、保険会社側、損保の会社側の収支というところは非常に悪化してきていますよということが理由として言われています。原則だこの数年、過去の支払い保険額の大きい順という形で見てみると、大阪、京都の台風21号というところが2018年9月、これが1兆を超えたと、支払い保険金はね、という形になっています。で、2位が2019年10月の台風19号、これも東日本ですけども、これも5800億円。ね、で、この支払い保険金が大きい額で、ランクをしてみると、この上位案件という形でいくと、実に7ですかね、は、ほとんど直近10年で起きているという形になっていて、上げざるを得ないよねという形になっているということだそうでございます。はい。金も定期的にね、上がってきてはいるんですけれども、正直言って投資家さんですかね、不動産投資、不動産経営ということを、検討されていらっしゃる方からすると、単純にイニシャルとしては減るものの、当然5年後にはまた更新の保険料が来ますという形になってくるので、当然、タイムラインで見た時の収支というところは、やっぱり出費が5年に1回は来るという形になりますので、当然のことながらそのための予算を取っておかなければいけない。という形になりますので、事業計画としては、良くなることは、あまりないかなというところが正直なところです。とはいえ、個人的に思いますのが、あまり営業サイド、セールスと売買のセールス側の立場からしますとですね、こういった負担増みたいなものが迫ってくると、それまでに買った方がお得っすよみたいな。セールストークが、よく出がちなんですけれども、税制がね、変わったりとか、もろもろ負担増が増えるとかってニュースが出たときに、大体それをフックにして、駆け込み需要を狙うという、商売なんでね、仕方ないと思うんですけれども、とはいえ、それ上がっちゃうんだったら買わなきゃなとかっていうモードになってしまって、妙な物件をバタバタと買ってしまうというところは、これは本末転倒だと思っておりますので、
まあ、こういった今年の10月から実質負担増にはなりますよということは頭に入れておいていただきつつ、ただそのちょうどいいタイミングでご自身が志向してらっしゃる不動産物件が手に入るとは限りませんし、まあその事象ありきで焦って探すというところも、これはちょっといかがなものかなと個人的には思っておりますので、まあその点に関しては、まあ弊社の場合よく、セミナー等々で申し上げておりますが、あまりこう、それをセールストークのフックに使われて焦って、武器をつかむということがないようには気をつけていただければなと思っておる次第でございます。はい。それでは本日の一人喋り会はこんな感じで、保険料値上げのトピックでございました。それではまた次回お会いしましょう。コンスピート長谷川でした。